今回は友人に関するスカッとする話を2本ご紹介します。まずはじめは、友人の婚約者、お前キモいから結婚式に来るな。結婚式を欠席すると修羅場に発展。俺は社会人3年目で会社にも慣れてきたところだ。最近高校時代の部活の仲間の栄養から今度結婚するという連絡が来た。いやー、俺にはもったいないくらい可愛い子でさ、本当に結婚できて嬉しいよ。招待状出すから結婚式楽しんでよ。栄養はとても浮かれていた。そんな話を聞いて俺は結婚式の招待状が来るのを楽しみにしていたが、招待状は一向に届かなかった。結婚式まであと2ヶ月と差し迫ってきても、なかなか招待状が届かなかったため、そろそろ電話してみようと思っていたら、栄養の婚約者の B 子という女性から連絡が来た。栄養からあなたの話を聞きました。あなたのようなおかしな考えの人と私たちは住む世界が違いすぎます。私たちの結婚式への参列はご遠慮願います。こちらの不手際で招待状を送ってしまったようですが、すべて破棄してください。今後栄養と一切付き合わないでくださいね。そう言うだけ言って電話は切れた。はぁ、なんだこの電話。本当に栄養の婚約者かはわからないが、それにしてもムカつく。とりあえず意味がわからず栄養に電話してみると。何、結婚式の招待状捨てろって言われたの？冗談で言ってたと思ったら本気だったのか。オレオの電話番号を教えろって言ってたのはそういうことか。うちの彼女自分で電話するとかしっかりしてるよな。ははは。婚約者の行動を謝るどころか笑っていたようにさらに腹が立った。俺の話ってなんだよ。おかしな人とか言われたんだぞ。どういうことか説明してくれよ。ああわかったよ。今夜会おうぜ。夜になり約束のお店で待っていたが、栄養はなかなか来ず、1時間も遅れてきた。お待たせ。少し遅くなった。遅れたって、もう1時間も待ってたんだぞ。それよりどういうことだよ。俺のことおかしな人間って言ってたんだぞ。結婚式の招待状も破棄しろって言われてわけがわからない。俺をさ、高校の時太ってたじゃん。その写真見た時に冗談で、こいつ大学に入ってから女にモテたいからってダイエットして整形たくさんしたんだよって言ったんだよね。そしたらリーコ本気にしちゃってさ。なんだって。俺はただ高校の部活を辞めたら空量が減っただけだよ。冗談だって言ったんだけど、なかなか信じてもらえなくてな。ははは。そんな理由で式には来るなってことかよ。しかも事実とは違うだろ。整形なんてしていない。ただ痩せただけなのに、おかしな人呼ばわりされるこっちの身にもなれよ。なんとか誤解を解こうとしたけど、無理なんだよ。B 子と喧嘩したくないし、ややこしいからもう結婚式には来ないでくれ。はぁ？結婚式来てくれって言うから休みまで取ったのに、そんな言い草ないだろ。ひがむなよ。俺がお前より先に綺麗な子と結婚して悔しいんだろうけどさ。お前痩せてからモテるようになって調子乗ってたからな。そういうとこ昔から気に入らなかったんだよな。式の日は一人寂しく過ごせよ。聞いてて信じられなかった。そこまで仲良くなかったとはいえ、数人でつるんで集まったり、今まで仲良くしていたと思っていたから、そんな風に言われてショックを隠しきれなかった。そんな俺を見て栄養は満足そうにニヤニヤ笑いながら店を出て行った。きっと婚約者からの電話がなくても、栄養自身がどうにかして俺の参列を阻止したのかもしれない。栄養に腹立たしく思いながらも家に帰宅すると、栄養の結婚式の招待状がこのタイミングで届いていた。みんなで楽しもうと言ってたのに、俺だけの獣にされてイラつく。俺は速攻で招待状を細く破り捨てた。次の日、高校の部活の別の友人の CO から電話があった。お前、結婚式どんな服着ていく？結婚式でないよ。俺は来るな。だって。どういうことだよ。俺は A や B 子とのやりとりを話すことにした。A、マジかよ。あいつ昔はあんなんじゃなかったのにな。実は俺にも B 子さんから電話があってさ、服装をしっかりしてくれとか、酔って騒ぐなとか色々言われてさ、それで服も心配になって俺をに電話したんだよ。なんか変わってるよな。確かにな。その後も他の友人たちから同じような連絡が次々と来て、その度説明するのも面倒くさかったから結婚式には参加しないことになった。でも俺のことは気にせず、みんなで楽しんできてほしいと部活メンバーに一斉送信することにした。それからは栄養の結婚式のことなんてすっかり忘れて仕事をしていて、あっという間に結婚式当日。今日結婚式か。まあ俺は一人寂しくラーメンでも食うか。
すると、俺の携帯が鳴り出した。はい、もしもし。俺岡？俺も栄養の結婚式に出るのやめたんだ。お前今暇？え？どういうことだよ？まあ、暇なら飯でも食いに行こうぜ。仕事約束したお店に入ったら、なんと部活の仲間がほぼ全員揃っていた。お前らも参加しなかったのか？ああ、俺らそれぞれで栄養に行けないって連絡してたんだけど、みんなも連絡してたみたいで、後から他の奴らも参加しないことを知ったんだ。すごいびっくりしたけど、久々に集まれたことが嬉しくて、部活の話から近況まで俺たちは夜中まで盛り上がって酒を飲み続けた。やっぱり友達は最高だと思った。それから数日後、栄養から電話があった。どういうことだよ。お前のせいで結婚式が台無しになったじゃねえか。はぁ？俺何もしてないけど。お前がみんなに何か言ったんだろう。みんな急に結婚式来れないって言い出してさ。友達にひどいこと言うような奴の式には行かないとか言うんだよ。急いで他の友達を誘ったんだけど、間に合わないしさ。新郎には友達が誰もいないのかって彼女の親から小言を言われて、ピーコも機嫌悪くなっちゃうし。急に歯切れの悪くなる絵よ。実は俺は式がその後どうなったかを知っていた。エオは、俺に電話する前にも、違う友達に恨み節を言いに電話をかけまくっており、事前に何があったのかを聞いていた。それで、B 子は式場から出て行って式は中断したんだよな。なんで知ってんだよ。友達から聞いたからな。お前、俺以外にも電話をかけまくって、せめて祝儀はよこせとか言っているようだな。そりゃ当たり前だろ。本当はもらうはずだったはずのお金なんだからさ。請求して当然だろう。みんなが行かなかった理由は、お前を祝福したいって思えない何かがあったからだろ？俺のせいじゃない。うるさい。全部お前のせいなんだからな。訴えてやるからな。後で泣きついてきても許さねえからな。栄養に一方的に電話を切られて、俺はため息をついた。もうこれ以上栄養に関わりたくない。電話がかかってきてももう出ないようにしよう。そう思っていたら、それから数週間後、栄養が俺の家の前で待ち伏せしていた。また何か嫌味でも言われるのかと身構えて近づくと、栄養は俺の姿を見るなり、俺を頼む。今夜止めてくれ。家を追い出されちゃったんだよ。はぁ？なんで俺のとこに来るんだよ。俺のことを訴えるんじゃなかったのか？そんなことしないからさ。頼む。事情はわからんけど、実家にでも戻ればいいだろ？いやぁ、それがそうもいかないんだよ。聞けば、その後 B 子となんとか結婚生活を続けようと努力していたらしいが、栄養の浮気が発覚。B 子に離婚を突きつけられ、慰謝料を請求された上に、新居として購入していた家のローンもすべて返済しなければならなくなったそうだ。両親もさすがにそれは怒り心頭で、感動を言い渡したらしく、それで実家には帰れないらしい。それなら友達に泊めてもらえよ。いや、みんなのところに行ったけど、相手にしてくれなくて。俺を謝る。この通りだ。だからまた昔みたいにみんなで仲良くしようぜ。俺ももう一人身だし。そうか。悪いけど、お前のこともう友達なんて思ってないから。まあ、自業自得だな。頑張れよ。おい待て。おい、俺を。俺はそう言って、栄養を置いて家に入った。その後栄養は、新居の一軒家に一人で住んでいたみたいだが、離婚のショックと相談する友人もいないことで精神的にやられたらしい。そのおかげか仕事でもミスが続き、会社をクビになってしまったようだ。今はバイトを掛け持ちして、なんとか生活をしているみたいだ。飲み会はないのか？俺も誘ってくれよ。なんて今でもたまに連絡が来るが、誰も相手にしていないらしい。続いてのお話は、ギャル、イケメンに告白してこいよわら。無言で席を立ったジミコが、好きです、と告白した結果、イケメン。高2の時、公開告白というのがあった。学校へ移行の世代だったので、そこから来た流れだと思う。俺がそれを見たのは2回。1回は、転校するクラスメイトの女の子が、ホームルームで挨拶するときに、好きです、と同じクラスの栄養にその場で告白。もちろん玉砕してしまったが、その女の子は思い残すことはないのか、晴れやかな表情をしていたのを覚えている。2回目は、その女の子の公開告白が行われた次の日、B 子さんがギャルに命令されてのことだった。この時も栄養がターゲットだったんだけど、この栄養が結構なイケメン。文化祭で栄養が出るだけで大盛況。後日、学校宛に栄養宛のファンレターが届くほどだった。栄養は誰にでも分け隔てなく接するタイプで、ヤンキーから優等生まで、栄養の友人の幅はとても広かった。
特に女子からは絶大な人気で、どこに行くにも人の目がある感じだった。これなんて少女漫画って感じだった。対する B 子さんは川村恵美子に似ている。話しかけると優しそうな感じだけど、主張が少なくて暗いって誤解されるタイプ。流行よりも静かに読書をしているイメージで、成績も学年で常にトップ入りを果たしている。いつもギャル集団から、B 子さん、タピオカ飲んだ？え？まだなの？やばくない、ってな感じでからかわれてる。いつも通りの光景だけど、度が過ぎるような嫌がらせの類はなく、B 子さんは当たり障りなく返答していた。そんなある日の昼休み、教室で静かに読書をしていた B 子さんにまたギャルたちが話しかけてきた。B 子さん最近可愛くなってるくない？輝いてるっていうか、結構いい感じ。ああわかった。もしかして恋？もしかして、A O くん？絶対そうだよね。A O くん彼女いないし、今告っちゃいなよ。B 子さんならきっと大丈夫だから。昨日告白してきた子振った時、好きな子いるって言ってたじゃん。それ B 子さんのことだって。B 子さんの机を囲んで笑う彼女たちは、本気で B 子さんのことを褒めているわけじゃないと悟った。おい、お前らさすがに。今回のは度が過ぎている。見てられなくなって割って入ろうかと思ったら、急に B 子さんがガタンと椅子から立ち上がった。そのまま静かに、教室の反対側にいた絵を見直進。明らかに焼けだった。え、やばい。マジで、とはしゃぐギャルたちと、ボカンとしてる絵をと、ざわつき始める教室内。泣きたいのをこらえてか、緊張しているのか、めっちゃ怖い顔して A を睨みながら、A をくん、私と付き合いますか、と告白した。お願いします。B 子さんの彼氏にしてください。A をの返事に、クラス中が一瞬沈黙。そして、弾けたようなどよめき。本当ですか？一番驚いてたのは多分 B 子さんで。ダメ？嘘のが良かった？不安そうに尋ねる A O の雰囲気から、どうやら本当に B 子さんのことが好きらしいと察するクラスで、B 子さんが A O の問いに首を横に振った瞬間、おめでとう。男子を中心に、歓声と拍手が上がった。周りの女子からも遅れて、おめでとう、と声が上がり、クラスはお祭り騒ぎ。A O は胴上げされるし、B 子さんは泣き出しちゃうしでカオス。その騒ぎは、昼休みが終わっても続き、先生が入ってくるなり、ポンクで正月が3回来たようだなぁ、と評されたほど。後から聞いた話だと、B 子さんと A O は小学校の時、同じ習い事をしていて、昔からの知り合いだったらしい。頭が良く、いろんなことを知っている B 子さんに A O は恋心を抱くが、習い事先が潰れて会わなくなった。高校入って B 子さんに気づいてたんだけど、お互いの立ち位置の違いから、B 子さんに迷惑がかかるのではと、それで言い出すどころか声すらかけられなかったのだが、やっぱり博識で控えめな B 子さんのことが好きで、親友に相談したりしていたらしい。B 子さんが泣きそうな顔で告白しに来た時、何があっても俺が守ればいいじゃんと悟りを開いたらしい。というか、悩んでたのが馬鹿らしくなったそうだ。A O は他校からも人気があったため、B 子さんへの妬みなどもあったと思うが、A O は B 子さんを守り抜いて、高校生活はずっと B 子さんと一緒にいた。後日、他クラスから、付き合ってるって嘘でしょう、と言ってきた子に対して、本当だよ。むしろ夫婦みたい、とギャルが笑いながら返してたので、根は悪い子ではなかったみたいだ。先月の同窓会で久々にみんなで集まってこの話になった時、ギャルの方が嬉しそうに話していた。実はこのギャルたちは、A O が相談していた友人から話を聞いていて、A O の気持ちを知っていたそうだ。恋愛のレの字も感じられない B 子さんに痺れを切らし、B 子さんの気持ちを確かめるために、あんな行動に出たらしい。もし、仮に悪い方向に行った時は、自分たちが嫌われ役になればいいと思っていたそうだ。そんな話を聞いていたら、A O と B 子さんが遅れてきたんだけど、年齢を重ねたからなのか、B 子さんは昔の面影を残しつつも、綺麗になってた。表情が明るくなったからなのかなぁ。そして、B 子さんの名字が A O とお揃いになっていた。それからはまたお祭り騒ぎで、同窓会そっちのけで結婚のお祝いパーティーになったのは言うまでもない。結局、俺は何もできなかったヘタレだっていう話なんだけど、B 子さんにしても、ギャルにしても、人は見た目だけじゃないと学んだよ。今回のお話はいかがでしたか？スカッとする話を2本紹介しました。